小説のキャラクターを作ってもらいたいという。これ最初はさ、10か20とか思ってたんだよね。そしたら来るは来るは、気がつけば70超えという。はい、こんばんは、石田裕です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、始まりました。今回は待ちに待ったという感じですね。でも何週間もさ、募集してたよね。そうですね。2、3週間してたの。そうそう。もうちょいかな。はい。オトラジの、リスナーの皆さんにですね、小説のキャラクターを作ってもらいたいという、はい。結構な無茶ぶりだったんだけど、はい。これ最初はさ、10か20とか思ってたんだよね。そうですね。来るとしても。そんなに多くないって。そう。そしたら来るは来るは、気がつけば70超えという、はい、今ここに二つあるんですけど、結構分厚くて読むの大変だったよね、これ。ああ、ですね。そう。気合入ってました、皆さん。もう想像以上に皆さんからいただいて。でも、これやってみてみんな思ったと思うんだけど、小説とか映画とかさ、漫画とか何でもいいんだけど、うん、キャラクターを作ること自体結構楽しいよね。うん、楽しかった。最初正直、なんか忙しい中で言ったら、うん、これしんどいわ、みたいな思ってたんですけど、なんか途中から楽しくなってきましたね。そしたら、なんか。洋平くんとひろさんにも作ってもらったんだもんね。洋平くんがなんだっけ、はい、スーパーヒーロー。スーパーヒーローものですね。はい。うん。で、ヒルノさんが。が、フリーものを考えました。うん、いやでも、楽しい。うん、え、ヒラさんは、両方、作ったんですか？いや、作ってないよ。あ、ヒラさんは作ってない。すみません。高評価。高評価。そう、これね、自分で作っちゃうと、入り込みすぎてよくないんだよ。あ、なるほど。そうなんだ、ね。そうすると、自分の好みがすごく出ちゃうので、こっちのセレクトの中で。そうか。はい。そっか、そういうこと。それはある。確かに。で、僕も自分が当然ですけど、作ってから、今日、皆さん、見ました。先に見ちゃうと絶対影響受けちゃう。そうそうそう。わかります。でも今、時代はさ、本当にキャラクターの時代になったよね。うん。映画とかアニメとかでも、サイドで作られたさ、グッズ？キャラクターのグッズがともかく、本編に負けないぐらい売れるし稼ぐじゃない。うん。なので、今、おとらじ見てる人っていうのは、割と、クリエイティブ志望で、小説だったり漫画だったり、作りたいなと思ってる人多いと思うんだけど、やっぱりね、最初にキャラをちゃんと立てないとダメだっていうのは、すごい強いね。うん。なるほど。しかも、今の時代って、割と強調された記号的な強いキャラじゃないと、うん、味があるとか、わかるわかるぐらいだとね、置いてかれちゃうんだよね。うん、なので、そこはちょっと、作り手は少し意識しないと良くないかも。これ我々ちょっと早川さんちょっと緊張してる。ちょっと怖いよね。なんかイラさんが怖いな。なんか。いや、別に怖くはないけどさ。まあでもそうですね。人のことだと確かにそう思う。うん、でも自分でやるとやっぱり意外と難しいっていうか。そうですね、いや、難しいよ。客観的に見られなくなってしまいます、ね。要するに、ほどほどのこれぐらいを攻めた方がいいっていうような考えと、もう一歩突き抜けていきたいっていうのと両方あるじゃない。そのバランスで分かんなくなっちゃうんだよね。分かんなくなっちゃいますね。確かに。いや、ドキドキする。ねえ。ちなみに今回募集したのはですね、スーパーヒーローものと不倫ものなんですけど、僕の見た感じでは、やっぱスーパーヒーローものって難しいんだね。そもそも難しい感じがする。そう、不倫ものの方が、割と、良い作品が多かった気がします。ということで、キャラクター作りの回なんだけど、どうする？ヨヘイ君行ってみます？じゃあ行ってみましょうか。早速、はい。これちなみに、僕キャラ設定してたんですけど、これ後でみんなも出てくる話かもしれないですけど、なんか結局キャラ設定してる途中でなんかストーリーがどんどん湧き上がってきて。そう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 、そういうことなんだよね。で、なんか、後で、こう、途中で整合性が合わなくなって、なんか、両方いじり始めてみたいな感じで、ちょっと、いや、それは、最初の段階では、ストーリーが破綻するとか破綻しないとか、スクラムみたいなことは、どんどん膨らませていいの。で、キャラクターもどんどん膨らませてよくて、実際に作品作るときにストーリーの整合性を後で取ればいいから。そうなんだ。だから、キャラは、どんどんこうやって広げないと。なるほど。そうだったのか。タイトル。あ、すごい。何これ、はい、メタアースということです。あれちょっとかっこいいね。はい。ちょっとフォントだけね。はい。では行きます、はい。はい。あ、ストーリー先に。はい、うん。米、シンギュラリティ社が作り出した仮想空間メタアース。
2020年のリリースからわずか2年で、約27億人が参加する空間に、うん、誰もが所持金1000メーターを片手に参加し、思い思いの生活を送ることができると。なるほど。うん、この世界でいいねをもらったものはメタを増やすことができると。1いいねイコール100メーター、つまり人の役に立ったり、人を喜ばせたりすればするほど豊かになれる理想の世界ということで。なるほど、はい。これ実はキャラから先に考えたんですけど、ちょっとストーリーを湧いたんで先に言いますね。うん、ここで得たメタはアバターのアップデートに使ってもいいし、まあアイテム買ったり貨幣としても使えると、うん、言語も自動翻訳、そんな世界を作ったシングラリテック社は世界最大のビッグテック、純利益はアメリカの年間総支出をしのぐようになったと。なるほど、飛ぶ鳥を落とす勢いの同社だが、2026年、メタアース内の機関 AI ドクトルが、2045年に、来ると見られてたシングラリティに達し、 AI 住民が大暴走、膨張です。まあ、参加者の作り上げた世界を壊しまくると、うん、1ヶ月間でこのメタアースの9割が離脱、離脱した参加者たちは精神不安定に陥り、リアル社会も経済断交難をきたすと、うん、なるほど。これで株価を下落させた同社は、創業以来のピンチ、この事態を収めるための方法は一つ、メタアース内に実在する AI を、メタアース内で破壊することになったと。うん、これができるのは実際の参加者のみということで、そこで、同社は、自社と世界の存亡をかけて、この AI を壊した者には115億円プラス、インドネシアの島一島を与えること、面白いじゃん、はい、果たしてメタアースと世界の運命はいかにということで、これさ、はい、この世界の設定だけでみんなで勝手にさ、あれこれ好きな小説書いたら面白いよね。そうそう。でですね、僕ね、ちょっとこれ、後で自利品な言い訳したんですけど、キャラ出してたストーリーの方が面白くなっちゃって、うん、そう、なので、まあ、キャラはさらっといきますね。最初キャラ考えてたんですけど、はい、うん、はい、キャラ、藤田聡太38歳、都内中堅メーカー営業、また、うん、ちょっとざっくり言いますね。山口県出身、小説家を志し、文学部に入るも、誘惑たっぷりの学生生活に挫折、うん、バイトに明け暮れては合コンと貧乏力を繰り返すが、就職活動の間際の3年時にバイト先の後輩が妊娠、学生結婚、縁故でなんとか就職を決める、こんなはずじゃなかったにと思いながらも15年、現在は35年ローンで買った、練馬のリノベマンションに妻と高1の息子、中1の娘と暮らす、子供との関係は悪くないが、妻とはレス状態、土日は自宅で一人の時間が増えてきた、ここ一年。なるほど。なんか怪獣8号みたいな雰囲気になってきたね。あ、本当ですか。ちょっと長いけどいいですか。ちょっと短い話します、ね。はい。そして、ね、友達もいない、趣味もいないと。うん、そして小説書こうと一年発起するもやる気が出ず、うつうつとする中で見つけたのが昨年からもっぱら話題の仮想空間メタアースだった、うん。なるほど。さあ、そして二人目。はい。クレタ・マソファ。アフリカ女系王国、ナランディ・マソファ4世の長女。面白い。次期女王として幼い頃から英才教育を受け、ケンブリッジ大留学、首席卒業。うん、ナランジへ帰国後、公務に当たる、正義感が強く、人望も厚い、次期女王にふさわしいが、24時間警護と自由に外出できない鳥かごのような生活に景気。留学時代に触れたささやかな自由と初恋の人を想起する仮想空間メタアースに思いを馳せる鬱屈とした日々を送っている。これさ、クレタと、ソータ君は関係があるの？あ、そこは皆様のご想像にお任せします。あ、今一切ないです。うん、で、後でちょっとだけ一言、このロジックを説明します。うん、はい。で、次。はい、2026年に退官予定です。うん、そして、メイソン・ボーキーズ、53歳、うん、米カルト教団 MBS 思想。うん、ボルダー軍刑務所収監中、うん、映画、好きな映画、トレインスポッティング、裕福な家庭に生まれ、うん、MBA をハーバードで取得、その後、うん、シリコンバレーのビッグテックに勤めるエリートだったが、ドラッグ依存症に、しかしその最中で、天命を聞き開眼、コロラドのコーチ、ボルダーの一角にカルトを創設、うん、ヒップムーブメントの再来を思わせる活動が、監視社会に疲れた若者から共感を呼び、信者はわずか2年足らずで1万人超え、創設5年で世界20万人の信者を集める教団となった。元来控えめだったが、この頃にはまるで別人のように饒舌、うん、一方で新たなドラッグに仕入れてハマる。そして迎えた教団設立10年の2022年、頭がいかれた教祖は上級信者25人を神殿に呼び出し、ワルサー P22 とロック19で全員射殺する最悪の事件、うん、なんかデスカトリポカみたいになってきたねこれにより懲役175年の終身刑、最近は、はい、グリーンマイルよろしく、監修を買収して手に入れた新型 iPhone 片手にメタアースにはまると、う
なるほど、うん。はい。そしてもう一人、最後ですね。コルネリウス・トレリツ、うん、モルドバ公国の首都、キシナウに暮らす、うん、幼い頃に父を病で亡くし、女で一つに残された三人の子供を支えてきた母同様、高卒後すぐに看護師に、うん、入院していた小麦農家の男性と恋に落ち、28歳で結婚し、農家の妻に。その後、子供に恵まれ、忙しくつつましいながらも充実した日々を。しかし3年前に夫が農作業中の事故で落命、さらに追い打ちをかけるように大寒波が小麦畑を襲う。ささやかな蓄えも夫がギャンブルで使い込んでしまっていたことが発覚。8歳の娘ソフィアと4歳の息子ラド長のために看護師に復帰、心身ギリギリの日々を送る。つかの間の楽しみは子供の寝顔を見ることと、メタアース内で美しい湖畔を歩くことという。なるほど。で、メタアースの方は9割の人がいなくなって今かそってるんだよね。そうです、そうです、そうです。うん。で、うち結構中もボロボロになってると。はい。これ一つ思ったんだけど、はい。ドクトルのキャラクターって必要じゃない？はい、すいません。間に合いませんでした。うん。あと作ったこの、シングラリティックのそのトップみたいなのも本当は送り込んで、うん。なんか本人も中に、なんかスティーブ・ジョブズみたいなやつ入れようかなと思ったんですけど、ちょっと時間なくて。うん、いや、あのさ、すごい面白いと思うよ。ああ、ありがとうございます。全然いける。いけるけど、はい、ちょっとさ、中年すぎだよ、みんな。メンバーがね。そう、だって50とか40、40で38で、若い子だって27ぐらいでしょ、はいはい、ああ、なるほどね。はいはいはい。やっぱ、ティーンとか20代前半とかをまんべんなく入れておいた上で、はい、それこそ C のサメラみたいにチームになって、はい。デコボコチームが、そのドクトルを倒すっていう話になっていくわけだから。はいはいはい。ああそうですね。いや、でもすごい面白いじゃん。ああ、よかったよかったです。メタアースっていうタイトルがいい。あ、本当ですか、うん。なんか、そう。あとは、まあ、もう、多分、イラさんなら、感づかれてると思いますけど、やっぱり、こう、現実界ではみんなすごい何らかの制限があるんですよね。うん、犯罪者かとか、皇族かとか。うん、だから、その、メタースの世界では、それ逆になって、スーパースターになって、さらに、まあ、もし、ドクトル倒したら、みんな解放されるかもな、みたいな。なんか、そういう感じで、ちょっと妄想して、うん。いや、面白いね。はい。全然いけるじゃん。いや、でもこれ3日とか2日ぐらい作ったんですけどね、最初全然つまんなくて。うん、ただなんかイラさんがおっしゃるんです。とにかくそのなんか、やっぱり右と左というか、すごい幅のあるものにしろみたいなことをイラさんがずっと言ってたので、うん、なんかその辺だけちょっと気をつけました。そうだね。ただやっぱりなんか、キャラクターが全員暗すぎるのはちょっと問題あるかも。そう、そう。それまあ、俺がやっぱ出ちゃうのと。あと一人さ、だから悟空じゃないけど、はい、あっけなかんと明るい無邪気なやつみたいなのが欲しいんだよね。ああ、そうですね。悟空でも、はい、ハンターハンターのね、主役の男の子でもいいんだけど。はいはいはい、なんか、そう。で、やっぱり身近にっていうのはさっき言った普通の日本人の藤井聡太君を入れたんですけど、うん、まあ、やっぱ彼も暗いしみたいな、なんか自分がどうしてもちょっと出ちゃいます。うん。でも、それはさ、キャラクター足していけばいいんで。はい。でもじゃあこれちょっと、そういうあたりやってみようかな、これ続けて。でも4、5人だよな。そのパックで動くチームで行くっていうのはさ、はいはい。そうね。死ぬと8人になると大変だもんね。そう。もうなんかこれで精一杯だったっていうのも。あと、ここになんかあんまりその不倫ものじゃないけど、なんか恋愛関係とかもまあ、あんまりいらないかもね。そう、うん。なんか今そこまで、なんか雰囲気、世界観ができてるから、あんまり作り、そこはいらないかなと。だからさ、これを今、もうちょっと完璧にするんであれば、はい。これ、メタアースの世界じゃない？はい。メタアース内のアバターを4人分作って、現実界の人間と対比させていくと、もうそれですごい面白い感じになってくるよ。彼らのアバターってことですか？そうそう。だって彼らはリアルな人生で行かないじゃん。そうなんです。そこ特に犯罪者じゃないし。そう、うん、書く時間がね、おっしゃる通りです。そうなんです。でもそれができてれば、もう十分いけるんじゃないかな。よかった。じゃあ、ちょっと、なんかせっかくだから書いてみようかな、これ。いや、面白いけどね。はい。うん。面白かったです。ねえ、十分面白いよね。はい。はい、うん、ちょっと5分で説明とはいかず恐縮ですが、はい。逆にさ、あれにしない？メタアースストーリーズで、みんなに勝手に書いてもらわない、はい、この設定を使って。あいいで、ね、あ、で、世界がそれこそそうやって広がってって面白いですね。うん。まあ、書きたい人は、ぜひっていう。ぜひぜひ。うん。はい、そんな感じ。いや、面白かった。へえ、いいじゃん。いいアイディアだ。すごい早かった。はい、うん、でもなんとなくあれね、はい、レディープレイヤー1にちょっと似てるね。ああ、なんかそう言われると、やっぱなんか影響あったかもしれないですね。うん。うん、はい、もうちょっと行くとさ、はい、そのドクトルのその謎にはもっと裏があるわけ。ただ暴走しただけでなく。あ、全然考えられてないです。なんかそこまでで正直精一杯。もう2つぐらいひねってあると面白いよね。はい。要は、その、はい、創始者じゃない、何社だっけ、シングラリティ。シングラリティック社ね。
それも本来2045年に来るって言われてるの、ちょっと20年前倒しで来てる。いや、だからシングラリテック社の、例えば経理担当の取締役が、はい、膨大な額の株の空売りをしていて、74% 落ちたところで稼いでいるとかさ。よく 74% 覚えてますね、皆さん。すげえ。うん。だからそういう裏をいくつか作った上で、2点3点させれば全然面白いと思うよ。はい、あ、本当ですか。うん。まあ、頑張ってみる。すごーい。ねえ。いや、これはいいじゃん。面白いじゃん。うん。はい、ありがとうございます。うん、なんでインドネシアの島なんだろうね。ちょっとね、その辺雑に。いや、しかも犯罪者が、犯罪者があの一人いたじゃないですか。メイソン。あの、うん、彼が、なんかそこだったら、まあ、脱獄で、ね、自由になれると。そう。なんかその辺も全部、うん。で、さっき冒頭でもお話したんですけど、やっぱりイラさんが教えてくださったように、そのキャラ考えてるとストーリー出てきて、うん、で、途中でもうストーリーの方ガーって変えて、その後、キャラ、そういえば、みたいな、なんかちょっと整合性をみたいのを、だから、測るとその辺が逆に弱くなったり、破綻しかけるか、うん、なんかその辺はもうちょい時間かければ多分かなり。そうだね。あとさ、これあの、スーパーヒーローものなので、はい。アバターになって、そのメタアースの中で何か超能力を持ってるといいよね。そうですね。そこがないと、はい。ヒーロー感がまだないですよね。うん、そうそうそう、はい。それが出てくると、裏のリアルな人生があって、アバターの超能力があって、で、メタースの世界があってっていうのが全部揃ってくるから、はい、いや、お話としてはすごく面白くなると思うけどね。基本的にはなんか現実と全く逆のアバターにしようと思ったんですよね。うん、うん。なんかその辺も含めてちょっと考えてみます。そう、ね、うん、そう考えると、性別を逆にするっていうような手はいいよね。ああ、確かに、ね。藤井君は女。ああ、確かに確かに。うん。で、王女様は男。はいはいはい。すごい振り幅がすごいな、うん、キャラの。そうですね、確かに。教祖は何にする？教祖ね。狂った教祖53。狂った教祖。子供。ああ子供いいですね。そうですね。子供である種魔法使いキャラみたいなのにする？うん。なんか全然そういう方がいいかも。でもそしたらさ、もうファイナルファンタジー的に振り切っちゃって、はい、魔法使いで3人目4人目の、お母さんは癒しの聖者の力があるとかさ。ああ、いいっすね。うん。子供の魔法使い、癒しの、魔女。はいはいはい。そして、戦士が黒人の女の子で、うん、戦士と組む、時報が藤井くんかな。うん、ああ、なるほど。そんな感じになってくると4人のパックで戦えるもんね。ああ、そうですね。それはパック感も全然、うん、考えてなかった。で、メタアースをもうちょっとそのファンタジー寄りの世界にしていけばさ、そうすると魔王が、ねえ、ドクトルってことになるから。そうですね、魔王ってことだな、うん。結構出来上がるね。あ、うん、いや、面白いね。正直、今、果てしない数の異世界転生ものがあるじゃない、うん。その9割ぐらいには勝てるよ、これで。あ、マジっすか。うん。頑張ろうかな。確かに。うん。だって、ほとんどの異世界転生ものって大して面白くないからさ。いや、なんかそのストーリーで世界が見えたらちょっとやっぱ面白くなってきましたね。最初逆に、ちょっと今日のコンセプト逆かもしれないけど、キャラ設定だけ考えてるとき、やっぱちょっと全然広がんなかったんですけど、うん、なんかメタバースの世界から着想したらどんどん広がってきて、うん。やっぱりそういう一つ世界観って大事だよね。はい。要するにその世界観からキャラクターとか人物も発生してくるんで、うん、単品でキャラクターをポンと置くっていうのはなかなか難しいと思う。ですよね。特にちょっと僕みたいな素人にはいきなりそのキャラ結構難しかったな。うん。で、あと、あの、全体のイメージを何を描くものにしたいかっていうのを一つ決めると楽になるんだよね。ああ、そうですね。うん。例えば、不倫者でも不倫者っていうだけじゃなくて、今の格差、社会を映した上での不倫者とかになると、キャラクターがすごい作りやすくなるじゃん。はい、上の人と下の人とか作れるし。なので、そういうふうにもう一段広いところから人物に戻る。一つ世界観を作ってから人物に戻るっていう考え方がキャラクターを作る場合はいいかもね。あ、なるほど。勉強になりました。まあ、一つの技だよね。はい。あ、よかった。こんな感じ。はい。こんな感じ。ひなさんどう？今のいける後で有料タイムで発表してもらうけど。いや、ちょっともう、ちょっとビビってます。あの、いや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 。なんかもうそこまで考えてなかったと思って。いや、いやいや、あの、全然そんなもう、あの、世界観とかもよくわかんない感じになっちゃってるし、ちょっと。でも正直言ってさ、すごい早川さん。まあ、これからスーパーヒーローものやりますけど、そこまで世界観をちゃんと考えて作ってる人は本当あんまりないよね、うん。数名だったかな、やっぱり。いや、面白かったね。メタアースね。はい。なんかそこまで言うと書かないと思ったので、ちょっと書こう。頑張ろう。うん、はい。はい。
はい。じゃあ、はい、それでは本編に入る前にご質問と ご感想とご質問いただいてますかね。はい。はい。お便りからいきたいと思います。はい。第109回の呪術廻戦特集、大変興味深かったです。はい、商業的に成功することと作品の深さや質を担保することはイコールでないということを改めて痛感しました。作り手側の方たちはある程度数字や結果を残してペイしていかないと生活できない、うん、作品を享受する側の我々は計り知れないジレンマがあるのだなと思いを馳せました。おとらじのようにどこかぶれないシーンがありながらも多様性を認められる場の存在はとても貴重だと感じています。うん、早川さんが以前におっしゃったニッチのトップという言葉がとても大好きです。そんな場が少しでも増えていたら素敵なのになと思いました。これからも番組楽しみにしています。もうありがとう。ニッチのトップね。なかなかいい言葉ではあるけどね。ね、うん、ただ、はい、トップにまだなかなか遠いからね。頑張らないと。いやいや、もうそうですね。はい。はい、では、次質問です。30代の女性からいただいています。はい、小説、まあ、今回も一応小説特化特集ということで、うん、小説家特集にまつわるちょっと質問を選んでみました。おー、はい。小説を書く上で分かりやすさが重要だと思っていますが、うん、初心者が小説を書く上でどこまで分かりやすくすべきでしょうか。小説の場合、人のイメージ補完があると思っており、マニュアルのような細かいのは文章がうるさくなりそうで、どのくらいがちょうどいいのかアドバイスが欲しいですということ。これね、難しいんだよ。うん、で、あんまりコントロールできないと思う。すごく頑張って細かく書いたんだよっていうのにスカスカな人もいるし、あんまり細かく私やってないですよ。なるべくストーリーをボンボン進めたいんですって言ってるのに、めちゃめちゃ細かい小説とかあるから、意外とわかんない。その人の持っている、なんていうのかな、書き方の癖とか、持って生まれた描写力みたいなのにかかってくるんで、正直ね、難しいとこだな。例えば、ライトノベルみたいなものとか、ネット小説とか書くんであれば、あんまり細かく描写して、人物も細かく描いていかないで、ポンポン飛ばしていって、ね、イベントを起こしていった方がいいんだけど、例えば、大人の小説で紙の本で、ある種文学者みたいなのを狙ってるとなると、ちゃんと描写もしないといけないし、細かく作り込まないといけないんで、どっちに行くかだな。だから、この人が分かりやすいもの、それこそさっき話してた異世界ものとか書くんであれば、そんなに細かく説明することないんだけどねっていう話かな。大人の恋愛小説だったら、どういうものが好きとか、どういう暮らしをしているとか、その人の服装のセンスとか全部書かないと成り立たないじゃない。なので、小説によって変わってくる。で、自分の書く出力とか描写力によっても変わってくるとしか言いようがないんだよね。そもそもその、分かりやすさを優先するっていうことって、うん、必要なことなんですか？いや、そんなことはないよ。猛烈に魅力的な世界を持ってる人だったら、どん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 分かりにくくして、なんかすごい、よくわかんないけど、すごいすごいで引っ張って、最後の方でだんだんとメタバースの世界が分かってくるみたいな作りで、おーってなるパターンもあるじゃない。なので、そんなに分かりやすさが一番大事ではないんだけど、ただ、今の小説自体はもっと分かりやすい方向に、キャラクターもはっきりした方向に、ストーリーラインも、きちんと起承転結があって盛り上がりがあってっていうのが求められているっていうのは確かだよね。うん、もう昔みたいにね、吉井仁之助じゃないけど、渋い大人と、ね、渋い大人の女性が出会って、なんとなく気持ちが通じても通じないでもない中で、デートを繰り返して関係が深まっていくみたいな、ああいう抽象的な小説は今なかなかしんどいかもね。そう、さじ加減がやっぱ難しいですね。難しいし、まあ自分書きたいものの、そこの中での主流のレベルっていうのを見極めて、それに合わせるのがいいのかもしれないね。そのプロとして書くんであれば。なんか自分のやっぱタイプもありますよね、こう。ある。なんか触りの触りを今回やらせていただいただけですけど、やっぱりなんかどうあがいてもいろんな意味出ますよね、よくもあるかも。出る。っていうか、小説は本当全部出ちゃうんだよね。意外や意外。怖い。はい。ということで、ありがとうございます。はい、さあ、ということで、この後、キャラ設定、いよいよ、70編近くね、いただいてる皆さんの、いろいろご紹介していただきたいと思いますが、続きはですね、4つのご視聴方法から、ご覧いただけます。YouTube、メンバーシップ、ニコ動、
Apple Podcast、audiobook.jp、いずれかの方法でご視聴いただけます。詳しくは、概要欄をご覧ください。はい。それでは後ほど。はい。キャラクターに関しては、できるときはパッてできるよね。要するにキャラクター一人じゃなくて、その対立軸だったり、対抗者だったり、こうやって立ち上がってくるので、一個立つと、ヒュ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 ってできるようになるかな。キャラクターって実は一人では立たないのよ。こういう丸い円があったら、そこのパーセントをどれぐらい占めていくかっていうふうに作っていくもんなんで、単品のキャラクターってのはいないんだよね。一人だとどんな目立つキャラクターでも全然目立たないから、架空のものを作ることって、現実を見る目をすごく鍛えるっていうのもあるかな。作品の中で人間が一回ギュッて変わってるっていうのは印象に残るのよ。才能は途中からついてくる。試しているうちに、あ、こんなことができるんだっていうのが気がついてくるっていう。それをずっと、あ、こんなことができる、あんなことができるって言いながらサッカーみんな続けてるんだよね。